はい、今日私秋の味覚の収穫の取材に行ってきました。わ、その秋の味覚がそう栗です。いいですね。鴨市瀬場口地区では今月9日から栗の収穫出荷がスタートしました。今年は去年の猛暑に比べ暑さが落ち着いたこと、はい、適度に雨が降ったことで品質、収量ともに例年よりもいいということです。そうですか。去年よりはいいんじゃないかななんて思ってちょっと安堵はしてますね。いろいろと美味しく食べてもらえばいいですね。そして田中さん今日は、はい、さあいつもクイズを出している田中さんに今日は逆クイズです。美味しい栗の見極め方で正しい方はどちらでしょうか、はい、A 皮が乾いていて大きいもの、うん、B 皮にツヤがあって丸みがあるもの、さあどちらでしょうか。どちらでしょうか。さあ今日はクイズの回答者の方ですよ。田中さんどっち。 あと2秒、はい、B B さあどっちだ。正解は B 丸みがあって素晴らしい皮にツヤがあるものでした。この光沢感と丸みがポイントなんだそうです。はい、皆さんもぜひ覚えてください、はい、さて栗の収穫ですが10月下旬まで続きおよそ6トンの出荷を見込んでいるということです。